君のことは聞いているよ。今日呼ばれたわけはわかるかな。はい、禁足地の件ですね。うん、ここよりはるか東にかつて大国があった。千年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は？皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが。はい。当時とあるモンスターが里を襲撃、彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は？不明。モンスターの情報を？不明。だが学術院の見解では、すでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。君を禁足地調査隊ハンターに任ずる。拝命しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。アルマと申します。大丈夫？さあ。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。全てはそこからですね。頑張ろう。うん。見つかるといいな。見ろ。
もう大丈夫。サムエルと。おーい！あの、安心して。心配ないよ。よっ。驚いた。本当に人がいるとは。蒸留酒の一種。どうしよう。お兄ちゃん。お兄ちゃん、私セクレトで、あいつが来て、でもお兄ちゃん、あいつってさっきたくさんいたやつかな。うんうん、お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で。まずくない？お兄さんはどこに？セクレト、お兄ちゃんの匂いを覚えてる。行こう。ええ、皆さんはベースキャンプの場所を。わかった。でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。お願い、この人をお兄ちゃんのところに連れてって。頼む。行こっか。じゃあ見つけてくるね。念のため準備していきましょう。うん。そうそう、使いたい武器は決まっていますか？では、どの武器が合いそうか傾向を調べてみましょうか。いくつか質問を出しますね。モンスターと対峙するとき、何を重視しますか？その武器に何を求めますか？機動力重視なら、この武器と相性が良さそうですね。では、最初の質問に戻りますね。モンスターと対峙するとき、何を重視しますか？その武器に何を求めますか？機動力重視なら、この武器と相性が良さそうですね。了解しました。こちらから選びましょう。こっちで武器の使い勝手を試せそうだよ。武器の感触を確かめたら出発しましょうか。武器を変えたくなったら一時キャンプに行こう。
武器を選び直しますか。セクレットで匂いを追いましょう。セクレットはとても賢いですね。匂いを嗅ぎ分けて自ら目的地に向かうだなんて。足も速いしね。
仲間を呼べますよ。今はこちらに集中だ。モンスターがたくさんいるね。チャタカブラを何とかしよう。
何が取れるかな。もう安全だ。よし。よかった。あの。申し遅れました。私たちは。待ってください。何が起きて、まさかあなたたちが、どうやって。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに。我々が保護しています。一緒に来ていただけますか。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした。ご無事で。こちらに。お疲れ。おかえり。早かったな。あの、妹さんはあっちですよ。早く行ってあげて。風も防げますね。ガリアドとしては申し分ないよ。ちゃんと手は手は多い方がね。だからゾロ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 たくさん来すぎ。ほら、手は私たちでできるから。お、ノロ。話はうちのハンターが聞いとくから一旦しろ。はい、
行くよ。ほらほら、持ち場に戻って。さっきはすみませんでした。助けてもらったのに、わけがわからなくなっちゃって。本当にありがとう。ありがとう。イサイです。近くの村に住んでいます。ナナです。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって皆で旅をしています。あの場で一体何が？妹とセクレトに乗る練習中だったんです。僕が行けなかった。油断していて、ノノを逃がして奴を引きつけて走って、でも足を滑らせて落ちてしまったんです。ところであなたたちは先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか？その道具も人に扱えるものとはとても思えない。私たちの故郷では大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で、そしてこれを持つには許可が必要で。はあ、許可、道具。はあ、そのおかげで僕たちは助かったんですね。ところで、あなたたちの村はどちらに？セクレトで少し行ったところです。僕らは祖母と一緒に住んでいます。もしかして森人という一族でいらっしゃいますか？森人ですか？違いますが。そうでしたか。実は私たち彼の故郷を探しているんです。その一族の名を森人と。森人か。うん、ごめんなさい、聞いたことはないです。いや、もしかしたら族長なら何か知っているかもしれないな。あなたのセクレトを長らくお借りしてしまいました。どうもありがとうございました。あのセクレトはあなたの村で？はい、卵から育てました。僕たちにとって大事な大事な相棒です。とても賢いですよね。頼りになりました。そうなんですよ。危険に気づいて避けたり、匂いを覚えたりするのが得意なんです。その分扱いが難しくて乗り手は限られるんですが、特にあいつは賢すぎて乗り手を自分で選ぶようなところがあるんです。だからあなたが乗りこなしていたのを見て本当に驚いてしまいました。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか？僕たちはベースキャンプを見回ってこよう。